皆さんどうもです、ポルスです。本当にポルスです。ということで今日なんやけれども、元スイッチ勢の初心者が1年間キーマンを練習したらどこまで上手くなるのかっていうのをね、この動画で解説していきたいと思います。やっぱスイッチ勢からのキーマンってことでね、やっぱ難しいところもいっぱいあると思うんやけど、そこを乗り越えていく姿をね、みんなに見せてキーマン移行したいなって考えてる人、みんなにね勇気を与えられたらと思うよね。それではね、早速やっていきましょう。レッツゴー。しないよ俺は。腹立つ。なんで？うんねー。ハード早い。ロケ系。何やってんの俺。よし。残りワンパンになったらもう投げちゃいたいけどね。待って、これやばいかな。撃たれてない？これ壊されてる。あ、壊されてるわ。よくないだ。抜いたわ。え、
198痛いんじゃないの。あー痛いね。あなんでそこ当たるの本当に。あれどう当たんない、弾が当たんない。いいね。行くの。いいね。あ、いいね。あ、やばい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 。
入ってもだ。あ、どこ行った？あ、よかった。ボタンは変えたら R2 が、あ、うん、もうポンプ、はい、おお、どこどこ、あ
ジンコとかも。え、マジかいな。ハイドラみたいなですか。うい、うわ、ガチで。いや、ハイドラ早っ。やめたー、ガチリングってやってる。牛の友達とずっとタイマーを取ったんですけど、私ないけど、その日だけ勝った。負けましたね。ああ、もうエグ。全然強くない。いや、普通にいる。見といてください。はい、ってことでいかがだったでしょうか。こんな感じで1年間練習すればね、どんなやつでもここまでいけるということが分かったと思います。キーマウ以降考えてる方はね、ぜひ練習頑張って一緒にキーマウ勢になりましょう。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、またね。